はい、こんにちは。さあ、今日はですね、むちゃくちゃ、むちゃくちゃかっこいい銃がね、僕のところに来ました。ね。まあ来ましたっていうか、まあぶっちゃけてもともと持ってた銃なんですよ。で、持ってた銃を少し、まあモディファイして、ね、見た目ガラッと、ね、変えちゃったんですけど、もう見せますね。それがね、こちら。レミントンの M870 ね、僕が持ってるのはウィングマスターっていう銃なんですけど、もうこれね、何度もね、実は動画で出てる銃なんですよ。この銃って一番最初にスキート撃った動画とか、あとは去年の狩猟の動画って全部実はこの銃使ってて、でその時は前回まではこのね、ストック、この後ろのとこね、それから持ってるこの先端の下げ台のところっていうのが木だったんですよね。木だったんですけど、それを今回ですね、こんな形。ね、マグプルっていうんですけど、そこのね、この、先台と、それからこの、ストック、これ、に変えたと、いう感じでね、めっちゃかっこいいでしょ。なんだろう、こう、ミリタリー感というか、タクティカルというのかな。そんな感じのね、仕上がりに、どうした?になったんですよ。めっちゃかっこいいよね、これ。もう、惚れ惚れしちゃう。もうだから正直ね、これを最初に見たときに、これだと思って。なんだこのかっけえやつはと思って、で、まあ、銃砲店の方に聞いて、僕のにもこれできますかっていうので、で、できるっていうのでね、今回こんな形で、やってもらいました。はい。で、もちろんあれですよ。これ、この後ろのね、ストックの部分を変えてるので、銃の全長、つまり長さが変わります。で、長さが変わるので、これに関してはもちろん、警察の方に、ね、記載内容の変更ですね。っていうので、ちゃんと確認をしてもらって、この銃の所持許可の記載内容っていうのも全部もう変更済みです。はい。なんでね、法的なところに関してはきちんとクリアはしてる銃ですんで大丈夫なんですよ。はい。いや、いいよね、これ。こういう系統の銃って結構好きな人多いでしょう。で、本当にはやるんだったら、ここなんつったっけな、上にこう、なんか乗っけられるやつがあるんですよ。レールみたいなのつけて、そこにスコープ乗っけたり、ドットサイト乗っけたりとかね、いうのもできるし、で、このマグプルのストックがいいところって、ここのチークパッドのとことかも高さ調整できるし、ここの後ろのね、パッドの厚さとかも調整できるから、結構体格に合わせて、ここの長さ、ね、後ろの長さ変えられるし、上に乗っける、例えばスコープ乗せるんだったら、このチークパッドちょっと上げるとかね、その辺のことができるっていうね、機能的だし、しかもなんかこう、なんていうの?これ何なんだろうね?材質。軽いんですよ。やっぱり木と比べたら。木と比べたらすごく軽いしね、見た目こんなかっこよくなっちゃって。いやー、惚れ惚れする。いいねー。かっこいいよ。うん。で、多分ね、こういうのを、まあ、欲しいっていう方、ね。これね、多分だけど、このね、M870 自体は、まあ、真銃で多分、3、40万であるはずなんですよ。で、中古で買えば、それこそ10万ぐらいのはず。で、それにこのマグプルのこれとこれ、5万円ぐらいじゃねえかな。うん、確か。僕やってもらってこれ5、6万、5万円ぐらいあったかな。うん、だから、15万でこのフルセット、いけます。ね。いやー、だからこういうのもし、考えてる人、いいよ、これ。とにかくね、かっこいい。うん。いやー、惚れ惚れするね。うん。っていうのでね。今日はね、ただただこれを紹介したかっただけ。嬉しいっていう、嬉しいっていう動画でね。はい。まあ、この銃ね、もちろん、射撃にも使うし、狩猟にもね、使う予定なんで、ね、ぜひともこれがね、活躍するところをね、今後、こう動きたいということで、
まあ自動銃もあるんでね、両方使うことになると思いますけどね、これから猟期で。はい。っていう感じの動画です。まあ今日はね、ちょっと短いですけど、こんな感じで終わりにしようかなと思うけど、ムック、いい？ね。ムックさ、いつも俺の放送行って見ちゃうよね。カメラの方向こうぜ。ムック。そうそう、そっち、もうちょい、もうちょい、こっち、こっち。ダメ。まあいいか。ね。はい。ということで、本日はこちら。レミントンの M870 ウィングマスターに、マグプルのね、パーツをつけてみたという動画でございました。はい。まあ、もしよかったら、チャンネル登録と、それから高評価の方もよろしくお願いします。じゃあまた。